皆さんこんにちは。先日日本代表はクロアチアに PK 戦の末敗れてしまい、日本のワールドカップは幕を閉じました。今回のワールドカップで様々な選手が話題になりましたが、少ない出場時間で圧倒的な存在感を見せた久保建英選手はすごかったですね。スペイン戦の前半では久保建英選手からのチャンスも多かったです。今回はそんな久保建英選手の幼少期から現在に至るまでの経歴を詳しくご紹介していきます。久保建英選手は2004年3歳の時サッカーを始めます。父親の武志さんとサッカーの朝練をしてから登園していたようです。その時の様子を見ていた風の谷幼稚園の天野優子園長は、父に肩車されて通学する光景は微笑ましかったと語っています。毎朝のサッカーの練習では日常の出来事を聞きながらコミュニケーションをとっていたようです。忙しい中久保建英選手との時間を大切にされていたのですね。そして父親がコーチをしていた坂浜サッカークラブに入団します。その後百合ヶ丘子供サッカークラブに移ることとなりました。このクラブですが、川崎フロンターレの練習拠点に近いところで活動するクラブだったようです。この頃の久保建英選手ですが、久保選手の成長を見守ってきたチーム代表の吉本浩二さんは、年上の小学1、2年生と混ざってもへっちゃらでやっていたと振り返っています。この頃から飛び抜けていたことがわかると思われます。さらに幼稚園児でありながら小学生低学年の5人制の大会で相手全員抜いてゴールを決めていたそうです。恐ろしいですね。そしてその後 FC パーシモンに入団します。このチームには小学1から2年生の間に所属しており、この頃から周囲を驚かせていたようです。三浦大輔監督は当時のことを、恐ろしいほどのサッカー脳を持っていた、相手の背後をいつ取ればいいのか、どんな時に前線でくさびになり味方をサポートしたらいいのか、ポストプレーをしたいけどどう動いたらいいかといった質問、さらにどうしてそんなにドリブルがうまいのと三浦氏が聞くと、独りよがりではなく相手を見て重心がどっちにかかっているかを確認し逆の方向に動くんですと答えたんだとか。その後2008年からは東京ヴェルディのサッカースクールでプレーしていました。レベルの高い環境でさらに腕を磨いたのでしょう。2009年8月パンフレットに MVP に選出された選手はバルセロナと試合ができるチャンスが与えられるとの告知を見て参加した FC バルセロナキャンプで見事 MVP を獲得します。2010年4月 FC バルセロナスクール選抜としてベルギーで開催されたソデクソヨーロピアンルーサスカップに参加します。チームは3位に終わりましたが、通常は優勝チームから選出されるはずの大会 MVP に選ばれました。そして小学校3年生の時に川崎フロンターレの下部組織に入団します。2011年8月 FC バルセロナの下部組織カンテラ入団テストに合格し、スペインに渡り10から11歳で構成されるアレビン C に入団しました。しかしこの時久保建英選手に熱視線を送っていたのはバルサ関係者だけではなかったそうです。その頃ヨーロッパの他のビッグクラブはすでに久保建英選手の両親との接触を図っていたそうです。そして2013-14シーズン地中海カップアンダー12トーナメントで大会得点王と MVP になり、またリーグカタルーニャ杯などのトーナメント制覇に貢献しました。そんな久保選手、バルセロナに到着してからわずか2ヶ月後にはすでにスペイン語を正確に操っていたそうです。バルサの選手寮マシア、バルサの下部組織の総称でもある。でも久保選手は瞬く間に人気者になっていたそうです。そして本業のサッカーでも練習初日からカンテラを騒がせました。この世代は7人制のサッカーで、久保選手は 3-2-1 システムのフォワード。久保選手はとにかくゴールを決め続け、得点嗅覚は同世代の子供たちを凌駕しており、当時の年齢にしては精度と決定力がずば抜けて高かったそうです。また当時のマシアでは久保選手と卓球で対戦するためにいつも長い列ができていたといいます。サッカーだけでなく卓球でも類まれな才能を発揮した久保選手の伝説は今も語り継がれています。福
数の目撃談によれば、その腕前はサッカーと同様スペクタクルそのものだったそうです。2014-15 シーズンはインファンティル A に所属しますが、しかしバルセロナが FIFA から18歳未満の外国人選手獲得登録違反による制裁措置を受け、この影響により久保選手の公式戦出場停止処分が続いたため、2015年3月に日本へ帰国して FC 東京の下部組織に入団しました。2016年、中学3年ながら FC 東京アンダー18に飛び級で昇格。日本クラブユースサッカー選手権では飛び級で出場し、大会史上初となる中学生ながら得点王に輝きました。9月には FC 東京のトップチームに2種登録され、同年11月5日に行われた J3 リーグ第28節 AC 長野パルセイロ戦に後半開始から出場し、 J リーグ史上最年少記録を塗り替えました。2017年3月12日 J3 開幕戦のカターレ富山戦で初の先発フル出場を果たしました。4月15日 J3 第5節のセレッソ大阪アンダー23戦では15歳10ヶ月11日で J リーグ最年少得点を決め、5月3日ルヴァンカップ第4節の北海道コンサドーレ札幌戦で後半21分から途中出場し、トップチームデビューを果たしました。ちなみに J リーグの選手としては初の21世紀生まれです。2017年11月1日 FC 東京とプロ契約を結んだことが発表されました。11月5日、J3 第30節のガンバ大阪アンダー23戦でプロ入り初得点を決めました。11月26日、 J1 第33節のサンフレッチェ広島戦で途中出場から J1 リーグデビューを果たしました。16歳5ヶ月22日での J1 出場は森本隆行選手、宮吉拓実選手に続いて歴代3位の年少記録となりました。2018年2月24日J1 開幕戦の浦和レッズ戦では途中出場し、3月7日にはルヴァンカップ第1節の横浜 F ・マリノス戦でプロ入り初先発。3月14日ルヴァン杯第2節のアルビレックス新潟戦にてトップチーム初得点を含む大会最年少ゴールを決めました。3月25日 J3 第4節のカターレ富山戦でも同期 J3 リーグ戦初得点を決めるなど、J3 での結果は出ていましたが、 J1 リーグ戦では監督の長谷川健太さんからさらに上のレベルで守備時の運動量を求められ、ベンチ入りの機会が徐々に減少してしまいました。そして2018 FIFA ワールドカップ日本代表のトレーニングパートナーとなアンダー9日本代表に選出され帯同します。ロシアでの A 代表メンバーとの練習やロシア現地で日本のグループリーグでの戦いの観戦後、自身の主戦場が J3 リーグとなっている現状に危機感を募らせ、 FC 東京首脳に新しいチャレンジがしたいと環境を変えることを直訴しました。 FC 東京は当初 J2 への育成型期限付き移籍を提案していましたが、久保選手が J1 でのプレーにこだわり横浜 F ・マリノスへの期限付き移籍を容認することとなりました。長谷川監督は当時の久保選手に足りなかった部分をオフ・ザ・ボール時の動きの量と質が足りていなかったが、この半年で落とし込めてシーズン後半の彼に期待していたので、遺留したが変化を望む意志が固かった、新天地で力を発揮してもらいたい、才能ある選手なので日本全体でサポートしていくことが大事と久保選手を送り出しました。2018年8月16日横浜 F ・マリノスへの期限付き移籍が発表されました。8月22日天皇杯4回戦のベガルタ仙台戦で移籍後初先発し、初アシストを記録しました。続く8月25日第24節のヴィッセル神戸戦では56分に松原健選手から折り返しのパスを受けると、ワントラップから左足のハーフボレーで J1 リーグ初得点となるゴールをマークし、勝利に貢献しました。この得点は森本隆行選手に続くJ1 歴代2位の最年少得点となりました。久保選手は後に F ・マリノスでの4ヶ月チームで求められるコンセプトを、実践できないと試合に使われないのは当たり前であって、その上で自分の特徴を出して攻撃での貢献が必要だということを
10代の早い時点で知ることができたのが大きな収穫だったと語り、それまでなぜ試合で使ってくれないのかという外向きだった意識が、自分に足りないものは何かとメンタル面で変化できたことを挙げていました。2019年、 FC 東京に復帰、前年の期限付き移籍を経たことで、チーム指導キャンプから長谷川監督も驚く運動量と守備意識の向上を見せ、2月23日開幕戦の川崎フロンターレ戦ではクラブ史上3番目の若さとなり、17歳9ヶ月19日でスタメンに抜擢されました。試合は引き分けに終わったものの、久保選手の放った直接フリーキックがポストに直撃するなど存在感を発揮します。3月10日第3節のサガン鳥栖戦では初のフル出場を果たし、フォワードジャイルに決定的なパスを通す初アシストで勝利に貢献。5月12日第11節のジュビロ磐田戦では後半39分に左足ボレーシュートを決め、 FC 東京の選手としてリーグ戦初得点を決めました。6月1日第14節の大分トリニータ戦では2ゴールを挙げ、自身プロ初の複数得点を決め勝利に貢献しました。スペインへ完全移籍発表後の2019年6月29日に行われた FC 東京の試合後に壮行セレモニーが行われ、当日の対戦相手が期限付き移籍先だった横浜 F ・マリノスだったため、両サポーターに感謝の言葉を述べました。2019年6月14日スペインのレアル・マドリードへの移籍が発表されました。移籍発表時点では FC 東京は J1 リーグ首位である、久保選手もレギュラーとしてチームに貢献していた中での移籍でした。しかし移籍発表翌日に FC 東京の代表取締役社長である大金直樹さんのコメントで、18歳を迎える時にはもう一度海外でプレーする可能性を確かめるべく、クラブとの契約期間はその日までとなっておりましたと、久保選手が18歳の誕生日を迎えた同年6月4日に契約が終了していたことを明かしました。契約終了後に FC 東京も契約延長のオファーを出し、久保選手も FC 東京の今シーズンのチーム状況、自身の成長の実感からそのまま残留して優勝に貢献したいという気持ちもあったみたいですが、最終的にはレアル・マドリードへの移籍を決意したのです。このような経緯からレアル・マドリードに移籍金が発生しない自由移籍で加入したものとみられていましたが、2021年9月21日になってスペインのエル・コンフィデンシアルがレアル・マドリードから FC 東京に対して200万ユーロの移籍金が支払われたと報じていました。レアル・マドリード加入が発表された当初、1年目は B チーム相当であるレアル・マドリード・カスティージャでプレーし、2年目にトップチームへの昇格、あるいは別のトップレベルのクラブへの放出を約束したと報道されていました。7月9日プレシーズンツアーの帯同メンバーに選出され、試合にも出場してトップチームで実戦デビューを果たしました。同月に行われたアウディカップにも出場し、31日に行われたフェネルバフチェ戦では後半73分からの出場で短い出場時間だったものの、ルカ・モドリッチ選手との連携で相手ディフェンダーを翻弄するなど随所で好プレーを見せ、スペイン紙マルカは評価ランキングで1位に選出しています。またカスティージャでのテストマッチでは7番を背負ってプレーしました。2019年8月22日プリメーラ・ディビシオンに7シーズンぶりに昇格したマジョルカへの期限付き移籍が決定します。背番号は26番、日本人がマジョルカでプレーするのは大久保嘉人さん、家永明宏さんに次いで史上3人目となりました。プレシーズンマッチでの限られた出場時間の中で十分に通用するだけの素質を見せつけたことで、当初予定されたカスティージャよりレベルの高い一部の他クラブで経験を積むことになりました。9月2日リーグ戦第3節のバレンシア戦で途中出場し、リーグ戦デビューを果たしました。11月10日第13節のビジャレアル戦で後半8分にミドルシュートでスペインでの初得点を決めました。このゴールが18歳5ヶ月6日で欧州4大リーグのアジア出身選手最年少得点となりました。シーズン序盤はベンチスタートが多かったものの、2020年に入ってからは主力の一人となっていき、最終的にチームはセグンダディビシオンへの降格が決定したものの、
リーグ戦35試合4ゴール4アシストと下位で苦しむチームの中で結果を残しました。このシーズン欧州サッカー連盟にラリーガのブレイクした11人に選出されるなど、その活躍ぶりは国内外から注目を浴びました。2020年8月10日昨シーズンを5位で終えたリジャレアルへの期限付き移籍が発表されました。背番号は16番。開幕からリーグ戦6試合ベンチスタートとなり、10月22日ヨーロッパリーググループステージのシバスポル戦で移籍後初の先発出場を果たし、移籍後初ゴールを決めただけでなく2つのアシストも決めて勝利に貢献しました。その後はヨーロッパリーグでグループステージ全試合に先発出場するも、リーグ戦では先発出場は2試合のみでした。冬の移籍市場開幕前には4試合連続で出場がなく、2021年1月2日のレバンテ戦ではシーズン初のベンチ外となってしまいました。最終的に出場した公式戦19試合で90分間フル出場したのはヨーロッパリーグでのシバスポル戦、マッカビ、テルアビブ戦の2試合のみにとどまり、リーグ戦で先発出場したのはカリス戦、レアルベティス戦のみにとどまりました。2021年1月8日ビジャレアルとの契約を破棄し、17位で残留を争っていたヘタフェ、シーズン終了まで期限付き移籍すると発表されました。背番号は5番。1月11日第18節エルチェ戦に64分から途中出場を果たし、新天地デビューを飾り、ヘタフェでの練習に一度も参加していなかったのに得点に絡む活躍で敵地での逆転勝利に貢献しました。その後は4試合連続でスタメン起用されるも結果を残せず、その後の6試合では途中出場となり、アトレティコ戦では出場機会が訪れませんでした。5月16日第37節のレバンテ戦では決勝点を決めてチームの残留に貢献、ヘタフェでは1ゴール1アシストでスタメン補充出場10試合、出番なしが4試合でした。2022年7月19日レアルソシエダへの完全移籍が発表されました。契約は2027年6月までの5年間ですが、レアルマドリードは買い戻すことが可能な 50% の保有権を保持しており、今後の活躍次第ではレアルマドリード復帰の可能性も残された形となりました。8月14日開幕戦のカディス CF 戦では先発出場を果たし、移籍後初ゴールを決めました。9月18日第6節の RCD エスパニョール戦では乾貴士選手以来日本人2人目となりラリーが通算100試合を達成しました。ここまではクラブチームでの活躍をご紹介してきましたが、ここからは代表での活躍についてご紹介します。2016年アンダー16日本代表として AFC アンダー16選手権に参加します。大会得点ランキング2位となる4得点を挙げ、 FIFA アンダー17ワールドカップの出場権の獲得に貢献しました。2016年11月、アルゼンチン遠征を行うアンダー19日本代表に飛び級で初選出されました。15歳5ヶ月20日での選出は史上最年少で、中学生でアンダー19日本代表選出は史上初なんだそうです。そしてアンダー19アルゼンチン代表との親善試合でアンダー19代表デビューを果たしました。2017年ドイツ遠征を行うアンダー20日本代表メンバーに選出され、アンダー20ドイツ代表との親善試合を含む4試合に出場し2得点を挙げました。2017年5月2日2017FIFA アンダー20ワールドカップに挑むアンダー20日本代表にまたもや飛び級で選出されました。5月21日初戦のアンダー20南アフリカ戦で途中出場から堂安律選手の逆転ゴールをアシストして勝利に貢献しました。堂安選手とはこの時からすでに共に代表でプレーしているんですね。9月には FIFA アンダー17ワールドカップのメンバーに選出されます。10月8日アンダー17ホンジュラスとの初戦では1得点1アシストの活躍で勝利に貢献しました。2018年 AFC アンダー19選手権のメンバーに選出されます。10月19日初戦のアンダー19北朝鮮戦では直接フリーキックを決めて勝利に貢献しました。2019年5月23日キリンチャレンジカップの日本代表 A メンバーに初選出、
21世紀生まれの選手が A 代表に選出されるのは史上初でした。その翌日に発表されたコパ・アメリカに臨む東京五輪世代中心で構成された日本代表にも選出されました。6月9日キリンチャレンジカップのエルサルバドル戦にて後半22分から途中出場し A 代表初出場を果たしました。これは市川大輔選手に次ぐ史上2番目の若さでのデビューとなりました。コパアメリカでは初戦のチリ戦で代表初スタメンを果たしグループリーグ全3試合に出場しました。レアルマドリード移籍発表後すぐの大会だったため日本だけではなく海外からも注目され海外メディアも久保選手のプレーに高い評価を与えていました。チームはグループリーグ敗退となりましたがこの大会でのラストパス本数はグループリーグ終了時点で大会最多の8本と高い存在感を示しました。2021年東京2020オリンピックのアンダー24日本代表メンバーに選出され7月22日の予選リーグ初戦の南アフリカ戦で決勝ゴールを挙げてチームを勝利へ導きました。また7月25日の予選リーグ2戦目のメキシコ戦では前半7分に堂安律選手からのパスをダイレクトでゴールへ2試合連続ゴールを決めチームを勝利へと導きました。7月28日の予選リーグ3戦目のフランス戦では前半27分に上田綺世選手が放ったシュートが相手ゴールキーパーにセーブされるもこぼれ球をゴールに入れ3試合連続ゴールを決めチームを予選リーグ3連勝に導きました。しかし決勝トーナメントではゴールを決めることができずチームは準決勝のスペイン戦で延長戦の末に敗れ五輪史上初の決勝進出は叶いませんでした。さらに3位決定戦では予選リーグで対戦したメキシコに1対3で敗れ53年ぶりのメダル獲得には届きませんでした。一方で A 代表では2019年のデビューから3年間で得点を記録できず決定力が課題となりました。しかし2022年6月10日キリンチャレンジカップのガーナ戦で先発出場し後半28分に A 代表初ゴールを決めました。11月1日カタールワールドカップに挑む日本代表メンバーに初選出されワールドカップに21歳にして出場し日本代表のグループステージ1位突破に貢献しました。幼少期から現在に至るまで華麗な足技で相手を翻弄する久保建英選手。久保建英選手は幼少期時代にどんな練習をしていたのか気になりますよね。調べてみると利き足でまっすぐにボールを運ぶドリブルをしながら鬼ごっこといった練習が出てきました。まずは数メートル先に父親が待っていてそこまで利き足でボールを運ぶという練習から始めたようです。はじめはボールのタッチ数は気にしないでやっていき慣れてきたらタッチ数も気にしてやっていたそうです。視野の確保ができるようになりますので効果的と言えるでしょう。ただボールとパートナーの確認をしながらドリブルするので慣れるまで大変でしょうね。これを幼少期にやっているのだからすごいですよね。次にドリブルをしながら鬼ごっこという練習です。相手を見ながらドリブルで仕掛けたりボールキープをする練習です。最初のうちは逃げられるエリアを決めずに行っていたようです。エリアを決めずにやると体力も必要になるので厳しい練習かなとは思います。ただ楽しんでできると思うので子供は喜んでやるのではないでしょうか。慣れてきたら逃げられるエリアを決めて行います。連携など様々な形のエリアの中で行うのでより相手との駆け引きが難しくなっていきます。ドリブルやボールキープの練習はこのように行いトラップやパスは基礎的な練習でした。すごく基本的な練習ですがこれを繰り返しを世界で通用する選手に成長できたのでしょう。幼少期時代にこれをやっていれ久保建英選手のようになれるかもしれませんね。いかがでしたか。今回はワールドカップで存在感を見せた久保建英選手についてご紹介しました。今回日本代表はベスト16で終わってしまいましたが久保選手は次の2026年のワールドカップにも出場するはずですしその頃にはレアルマドリードで活躍し日本のエースになっているかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。